はい、こんにちは、ケイタです。今回のゲストは建築設計事務所のパンプロジェクツの、共同設立者高田和正さんと八木由里子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はパンプロジェクトの活動を通して外国で働くっていうことについてお二人にお話を聞きたいと思います。はい、まず最初にパンプロジェクツでどういう活動をしてるかっていうのを説明していただいてよろしいですか。はい、僕たちの事務所はですね、大体2年半前ぐらいにコペンハーゲンで始めて、はい、その始めたきっかけになったのがチャートアーキテクチャっていうコペンハーゲン芸術祭、スカンジナビアで一番大きい芸術祭があって、でそれ の, あのその祭りフェスティバルのパビリオンをこう設計するっていうコンペが毎年あってですね、でそれがなんかスカンジナビアの人たちの一番 の, その若手でイケてる建築家を決めようぜみたいな、毎年すごい大きく注目されるコンペ で僕たちがその、アジア人として初めてといったらあれだけど、1位を、いただいて、でそのパビリオンが実際に立って、でそれがそのままコペンハーゲン中心地にあるシャロッテンボーミュージアムっていう美術館に買われて、今そこのパーマネントコレクションみたいな風になったんですね。で、その時の副賞がそのコペンハーゲンのなんか建設業界の大御所みたいな人たちが僕たちのこの事務所設立をバックアップしてくれるみたいなっていうのがあって、で、副賞として、そうなんですよ。副賞が普通だったら例えばその設計料だとかそういうのに入ってくるけど、その代わりにそういうその若手用の建築コンペなんで、そういうふうな副賞があって、でその頃僕が大学院卒業したてで、そのコンペのファイナリストになったのも八木がコペンハーゲンに来て10日目とかで、行って日本、私は日本にずっといて学校も日本だったんで、そこで、デンマーク行くって決めて行った本当3日後にコンペが始まって、1週間でコンペ勝ててっていうので夏まで続いて、超エリート、いやーってかラッキーや本当に。で僕自身もその学生の頃からずっと独立したいなっていうのを考えてて、でその学生の時からその実際に立つプロジェクトっていうのに注目してた、でコンペをやってて、でだから結構こうちっちゃいものが多くなってくる、でそれがそのパビリオンっていうものにつながっていって、その後そのパビリオンで事務所バックアップつきつつ、そのひょんなところからプロジェクトも入り始めて、その賞を取ったからそれを聞いた人たちが、確かホットネコペンハーゲン中心地にあるから、僕たちのことを知らなくてもそのパビリオン見ましたっていう人たちが結構多くいて、だから大きいなんか看板みたいな風になったっていうのは確かだし、あとコペンハーゲンで唯一の日本人の建築家として事務所をやってるっていうのも僕たちだけだったから、でそれである、程度そのアウトスタンディングって言ったらあれだけど、特徴のある建築事務所みたいな風に捉えられたっていうのも多分あって、でそのコペンハーゲンでの活動は基本的にはそういうパビリオンを中心にいろいろこう基本的にはその僕たち建築イマンプロジェクトってその頃は言ってたけど、ちっちゃいもの、ちっちゃいそのちっちゃくてもいいし、そのテンポラリーなものっていうものは大体2ヶ月から半年、マックス半年とかでアイデアからこう施工っていうかその終わり、はい、最後の作品、建築としてはいわゆるものすごい短いスパンでこうアイデアをそのまま形にすることができるっていう、でそのやり取りがこの若かった、まだ26とかだったから、その時にやっぱりその自分たちのアイデアがどういうふうにこう社会に受け入れられて、どういうふうにこうフィードバックが返ってくるか、でそれでどういうふうに自分たちがこう社会に、アウトサイダーみたいなものだからどう社会に入っていけるのかっていうのをこう、テストするっていう意味でも、そういうちっちゃいもの、テンポラリーなものに結構注目をして、いろいろ意識的にやってた、意識的にそうやってって始めたんですね。でそれがまず一つ、僕たちのアーティスティックというか、そういう作品って呼ばれるもののプロジェクトで、やったのはコペンハーゲンのペーパーパビリオンと、もう一つコペンハーゲンでは去年の夏にできたフローティングパビリオンというものを作って、それは僕たちのこのアイデアにデンマーク芸術祭団がこう賛同してくれて、でそれでそのファンデーションが降りて、実際に去年の夏建てて、今はコペンハーゲンの運河に今もあるんですか。今も浮かべられてる、浮かべられてて、今そこのなんか文化団体みたいな人たちがこう活用してくれてるみたいな。で他はベルギーに一昨年かな、に行ってて、そこでこう廃工場みたいなところをこう、廃工場がものすごいいっぱいある町で、
まあ、話すとちょっと長くなるけど、その廃工場をこうどういうふうにテンポラリーにこうまあ、活用できるようにしています、はい、産業移行かな、産業移行の利活用って結構日本でも今いろいろと話題になってるけど、そういったものをこうヨーロッパバージョンでどういうふうにできるのかっていうのも割と同じような、まだ建築っていうレベルにいった例えば建築って基礎があって構造があってみたいな、そういつから建てるっていうよりもそういうふうな再利用っていうか、再利用というかこうテンポラリーでも、はいはい、自分のアイデアがそのまま空間化される、ああなるほど、はい、で社会に対してどういうふうにこう取り上げられるかというか、フィードバックが返ってくるかっていうのを結構コペンハーゲンの頃はやってて、まあでもそういうまあ長くなったけど言いたいのは基本的にはそういうそのテンポラリーなことを基本的にはこう作り出して都市にこうアイデアをどんどん投げかけてるっていうのがこの建築のプロジェクトで、それと同時進行でその、まあ、インテリアのプロジェクトをやってて、うん、それは、まあ、日本では美容院とか今年多分店舗が入ってきて、はい、でコペンハーゲンではレストラン、まあ、日本食をこうスカンジナビア風にこうツイストしたみたいな、あ、はい、そう、スカンジナビアンジャパニーズクジーンみたいな、なんかそういうのを作ってるレストランがあって、うん、そこのオーナーの人と知り合ってレストランをそこ、はい、コペンハーゲンで4つぐらい今作って、ちょうど今月のロンドンの先月かな、もう、うん、延期っていうイギリスのマガジンに取り上げられてもらって、そうこっちに来てなんかすぐその連絡があって、なんかウェブのやつでは見ました、ああそうアーキテクトなんとかフォトなんとかみたいな、ああそうウェブサイトも取り上げられてないけど、なんかやっぱりオンラインのメディアとプリンティッドのそのマガジンでと、うん、なんとなくこのプリンティッドマガジンの方がやっぱりちょっと乗ると嬉しいよね、うんうん、しかもロンドンでやっぱり全然まだ活動もしてなかった時に、ちょうどこっちに事務所移してきた時にその掲載のお願いが来て載せてもらったから、すごいありがたかったね、うんうん、あ延期っていうロンドンの、そうロンドンのマガジンがあって、あ そこにある、ね、そこにある、そう後でそれがあって、まあそういうそのインテリアの方は基本的にコマーシャルとか、うん、そういう、はいはい、その実際的にこう使われる空間、うん、そのまあ商業的であったりとかっていうものを同時進行でこの2つをやっていってるっていう感じ、はいはい、で進め、なるほど、で去年の12月本当に今 2,3 ヶ月前にロンドンにベースを移して、これからもうちょっとこう国際的に、今までやっぱスカンジナビアにいたって感じだったから、うん、そこからもうちょっと国際的にやれていけたらいいなっていう大志を抱いてロンドンに行きたい、すごいね、ちょっと聞きたいこといっぱいあるんですけど確かに長かった、一番最初に、戻ってまだ大学院にいた頃にコンペを出して、コンペを、そうだね、はい、まあ、でも多分高田と八木で全然ストーリーは違うけど、あ、はいはい、そう高田の場合はそうやな、そう僕はその大学院をデンマークで勉強してたから、最後の修士計画をやってる最中だよ、ね、そう定数1ヶ月半前ぐらい、うん、でもそれは結構多くの人がコペンハーゲン多分ほぼ全員じゃないけどいっぱいそういう学生がこう出してその学校出てすぐのロケットスタートというか、はいはい、みんな結構狙ってる人とかが出してたりする。で八木の場合は、私はずっとその大学の学部も院もどっちも京都で勉強してたから、院の途中に1年間デンマークでインターンシップに来てて、まあ、その間にまあ事務所で働いてたから、やっぱりそのデンマークがどういう国だったり、どういうその環境で建築デザインをやってるのかっていうのをまあ、ある程度こうやっぱ実体験として知った上で、まあ、卒業しなダメなんで一回日本に帰って、はい、あ、はいはい、でそのやっぱその時ってこの、まあ、就職活動をみんなしてて、まあ、私もどうするかっていうそのタームの時にいろいろ考えて、日本で就活するっていう選択肢は、まあ、取らなかったよね。あれでそれは何でかって言って、やっぱり一回デンマークでのその デザインと生活がどういうふうに行われてるかみたいなことを知った時に、すごい自分の理想としてるこうなんか生き方で言ったら大げさやけど、なんかそういうのすごい近い気がして、はいはいはい、その自分がその好きなそのデザインって仕事をやりながら自分がどういうふうに生きていくかっていうのをすごい選択肢としてこう、いろんな選択肢をこう取っていけるっていう、その日本だとやっぱりこう厳しい
ような業界が多いから、だからそれでじゃあ日本から出てデンマークも一回行ってみようって思って、まあ、その時はもうデンマークも何も決まってない状況でバンって行っちゃって、でそしたらコンペがあって、まあ、もともと知り合いやったから、はいはい、その時にそのコンペチャレンジしてで通ってっていうので、まあ行った意味とりあえず最初あって、じゃあ2人とも最初から独立しようって決めてたわけじゃなくて、そのコンペに勝ってその副賞が、バックアップしてくれるっていうのをやったから、あ、これいけんじゃないかっていう感じで、それも確かに大きかったし、まあ、結構僕自身は独立したいなって、結構早くしたいなっていう思いがずっとあったけど、まあ、確かにそういうのがなかったらなかなか、あとは向こうでまあ、先輩というか向こうでその建築やってた人たちがいて、その人たちとデンマークで日本人の知り合いの人がいて、はい、の人たちと一緒にこうなんて言うんだろう、コラボレーションというか、はいはい、すごいいい時期に、その年今まで多分日本人一人もそのコンペで通ったことなかったんだけど、はいはい、初めてその年だけ日本人チーム2つ通るっていう、うん、初め一緒にやろうとか言ってたけど結局出さずに、一緒に出さずに別々に出したら両方とも通ったみたいな、うん、っていうので、なんかこう、まあ、違うものは作ってたんだけど、その一緒になんかこうなんか作ってるみたいな雰囲気が出てきて、でその人たちが結構いろいろとこう助けてくれたというか、一緒にコラボレーションして、はい、そういうなんか周りの支援っていうか、うん、っていうのもいろいろあって、まあ、独立に踏み切れたっていう感じがあって、そう、就職もしなきゃなとか思いつつ、でもいつか就職した方がいい、いつはした方がいいんだろうなとかとも思いつつ、ずるずると。それちょっと聞きたいんですよね。なぜ就職っていう、まあそのタイミングはあったと思いますけど、就職を選ぶんじゃなくて独立を選んだっていうか、うん、まあ、僕の考えで言うと、デザイナーとか、まあ、クリエイターの人ってまだ20代は若手で、うん、まあ、30代まで若手かな、建築家だと45でも若手雑誌なので、ね、ってなったら20代とか30代は絶対、まあ、下積みっていうか勉強の方に意識してやってた方がいいかなと思って、うん、まあ、僕の場合は事務所に入って経験するっていう道を選んで、それ2人はなんかそのすぐに独立するっていうことに不安じゃないけど、実は卒業してからこのパビリオンが終わって、で2ヶ月間ぐらい働いてたんですよ。卒業して、はい、パビリオンが終わって、それ美術館に一節が終わった後、9月の半ばぐらいに教授から電話かかってきて、人探してるから働かないみたいな。でその時も本当にお金がなくて何もないみたいな、はいはいはい、その美術館に売れたからこうある程度ガッと入ってきたものあったけど、その頃借金とかしてきてたからすごいなんかお金がなくてでこうやっぱ働かなきゃ食えないみたいな、その頃プロジェクトが入り始めるみたいなところだったから、それがすぐデザインフィーで入ってくるわけでもないしっていうので、その今生きるお金が必要で2ヶ月半ぐらい働いてたんですけどはい、はい、そうあまりにもちょっと集中できないというか、人にこうやっぱ、まあ、その教えてもらうっていうことが、あ、まあ、でもそれは本当に事務所によるし、その人のキャリアのステージにもよると思うけど、うんうん、はい、その頃はなんかあんまりそもそも教えてもらうっていうのがあんまり得意じゃないし、その何かをこう本当に学習するときってやっぱり自分自身がそれにこう向き合って、うん、その、まあ、当事者として、はいはい、でそれでこうやっていく中で本当にこう学んでるっていう環境があると思うから、その時のその事務所のときはなんかあんまり学んでるっていう感じじゃなかったけど、うん、ものすごいお金が入ってくるみたいな感じがすごいモヤモヤした時期があって、でクリスマスに本当1年半ぶりぐらいに1年半言い過ぎかな1年ちょっとぶりぐらい日本に帰って、もう夏休みとかもずっとそのパビリオン作ってたから何も休みゼロでずっと1年間過ごして、で日本に帰っていろんな人とこう話して、コペンハーゲン3週間帰ってたんだけど、で帰ってきた時に独立しようって思って、でボスに週2ぐらいで働かせてくれってメールしたら連絡が2ヶ月帰ってこないっていう無視されてそのまま結構、まあでももうその時 もうプロジェクトが動き始めたからスムーズにもうそっちにこうガーッと行ったけど、まあ、不安がなかったかって言われたらものすごいまあ不安だったし あれだったけど、 でも同時にやっぱりそういう事務所っていうか誰かの元で働いて、今の20代ってやっぱりすごい心が動く時代時期というか、うんうん、その刺激にちゃんと対応できれる柔らかさを持ってる時期っていう時に、そういうなんだろうスキルというかそのやりくりの仕方とか、そういう、まあ、事務所で学べるのって結構実務的な
そういうどのよう、うん、どういうふうにして社会とそのデザインっていうその仕事が関わってるかとか、はい、そういう、まあ、建築だとどういうふうにこうテクニカルなドローイングでこう建物を本当に建てれるようになるかとかっていうものをこう勉強する時期だ、それを修行期間っていうふうに言うと思うけど、その修行期間、うん、そこで持つべきなのか、それとも実は30ぐらいで持った方が、うんうんうん、その実際的にこう分かってるしとかっていうこともなんか思ったりもしたし、確かにそのテクニック的なことは後でついてくるからっていうのはよく、でその実際そのテクニックがどれくらい重要なのかだっていうことも分かってない時にそのまま入っちゃうと、なんかそれはそれで、うん、まあそれはすごい個人的な意見なんだけど、うん、すごいやきもきしてて、 だったらもう一回ちょっとやってみようっていうので、うん、まあやってみて、まあ、案の定すごい大変だったっていう、やっぱ税金のこととかもすごい一から勉強しなきゃいけないし、経営も全然わかんないし、ね、この頃 Excel とかも使えなかったから、もうその計算とかいろいろいろんな人に助けてもらいながらやらなきゃいけないしとか、そういう、あとまあ本当にまあ建築の話で言うと、例えば水道管がどのようにこう通るべきかとか、はい、その電気配線とかがどういう風になるべきかとか、そういうものってやっぱ大学とかであんまり学ばないから、実質的なレベルでは、でそのレベルのことをやっぱ学ぶためにいろんな大工さんとかそういう職人さんたちに、まあ、お願いして本当に手取り足取り一から学んでいったっていう、はい、でもそれはあの事務所でやるよりかは実質的に本当にもう現場で当事者となってやっていって全然学べる、まあ、レベルというか、まあ、ラッキーもついてこなきゃいけないけど、その職人さんがすごいいい人とかクライアントが理解あるとかっていうのもあるけど、でもその場で本当にもう作ってる現場でこれの水勾配はこのただ10分の1となきゃいけないとか、なんかそういう話がその場でこう職人さんとこうやり取りしながらそこ場で図面を書き換えてみたいなことをできたのは、ある意味その事務所に入るよりかは早かったかなっていう気が、で実際もう、はい、そう今図面とか書いててもそれを想像しながら、その今よくあるのがその例えば配管のスペースが、はい、隙間がなさすぎて手が入らないみたいな、で建築家としてはそのスペースものすごいちっちゃくしたいっていうのでやり取りとかだったり、配管は収まるけどそれ作業する人が入れないみたいなとかが結構あったりするとかっていう話はよく聞いてて、でもそれもその現場で見てその話してるとやっぱそれ入りませんよねみたいなところが結構あったりとかっていう、そういうのを現場でこう一から学べるっていう面ではあの正解だったかなっていう気はするしかなっていうのかな。まあもちろんそのお金なりなんなりっていうのはいろいろあったけど、それでも、まあ、その時期においてはすごいメリットがあったかなと個人的には思っている。そう、でも分かんない、これインタビュー的にどうか分からないけど、こう結構考え方が違う2人やから、はい、あの高田はそのまま独立して、そのやっぱりそういう今喋ってもらったような考え方を持ってすごい自発的にこういう決断をしてやってたんやけど、私はデンマークで働いてて、あの事務所で2年間働いて仕事終わりにこっちの活動をするっていうのを2年続けてて、あ、はいはいはい、だからいわばこう二足のわらじじゃないけど、はい、フルタイムでデンマークの事務所で働きながら、でデンマークってやっぱりすごいあの9時から5時で絶対終わるし、金曜日は3時に終わるっていう世界やから、こう5時に終わったら家帰ったらまだ作業してるから、それにあのジョインして、はいはいはい、あの作業を行うっていう、その中で事務所は10時までやるっていう、そうっていうの7時間労働の後に5時間労働ついてくるみたいな、そうすごいのやってたから、その就職自体がそのやっぱりスキルとか何かを学ぶところに別に適しないとも私は思わなくって、うんうんうん、やっぱり自分がどういうスタンスでそこにいるかがやっぱ一番重要だなと思って、私がその事務所にいた時は自分たちのプロジェクトもやってるからもう何か盗んできてやろうと思って、その時になんかデンマークでプロジェクトしてたから、その事務所が持ってるなんかマテリアルライブラリの何かを知識として盗むとか、なんか経験をも盗んじゃうとかっていうのをやってたから、結構その事務所で働くこと自体にもすごいなんか自分たちの活動につながるっていう意味をちょっと見出せてて、うんうんうん、そういう面ではすごい学びになったかなとは思ってる、うんうん、建築の人って特に海外志向強いなと思ってて、まあ、日本の建築、勉強してる子、うん、海外の大学院に行くのが当たり前やったり、海外で、まあ、インターンなり就職なりするのが、うんまあ、みんな割と普通にやってるというか、うんうん、でグラフィックはあんま聞かないんですよ。あ、確かにあんまりコペンハーゲンには数人いたけど、でもそれでも確かに建築の方が圧倒的に多い、うんそうね、うん、
それって海外に出ないとこう一人前になれないみたいな、なんかそれは全然ないと思うけど、もう建築勉強してたら当たり前のように海外で何か挑戦するみたいな、がもう無意識的にあったのか、なんか誰かが海外行ってそれをなんか持って帰ってきて話聞いて、あ、これ俺も行かな、なんかいい建築家になれないなみたいな思ったきっかけがあったのか、なんか無意識にみんなやってる気がするんですよね、建築の人って基本的に。なんとなくその建築ってやっぱり結局空間が最終形態というか、そのプリンティッドのものじゃないし、その 2D のものじゃなくて 3D がその出来上がったものだから、多分グラフィックの方も海外の作品とかすごいリファレンスとして見るとは思うんやけど、建築超見れる。そう、建築の多分それこそ学生とかだと、その空間を見ないと結局その図面だけ見てても最終理解したことになってないから、はい、とりあえずじゃあ海外の建築をリファレンスで見たらそれに行きたいってなって、それでまず実際に行ってっていうのからどんどんその分かんない、それが建築業界がそれが多い理由になるか分かんないけど、実際に行ってそれを見るっていうのを繰り返してるうちに、やっぱりその海外に行くことはもちろん旅行だけの人もいるし、建築を見るだけの人もいるけど、なんかその行くっていうことに意味があるっていうのをみんな思ってるから、その上でもっと興味が出た人が留学したりそのインターンしてみたりっていうのにつながるんかなって今ちょっと聞いてて思って、建築っていうなんか概念っていう、なんか建築っていう言葉がどこから来たかみたいなのが一時っていうか、まあ歴史の中でどうあるかみたいな話があったりして、やっぱりそれって海外からこう建築家って職業って日本にはなかった、もともとは例えば清水建設とかっていうのは清水喜助とかっていうのがすごい大工、超かっこいい大工がいてその人がすごい、まあ、ものすごいクリエイティブな人だった。でその大工集団が建築っていうものを作ってた、お城とか。へー、大元は大工さんってこと。でその、まあ、竹中工務店とかも多分そうだし、そういうなんか大工集団がいて、クリエイティブな大工さんが出てき始めたみたいな、うん、でだけどそれが建築になったというかも、その人たちやっぱ大工集団で今ゼネコンとかになってる、その施工を、まあ、ものすごい日本がクオリティ高いっていうのは基本的にはそういうベースのバックグラウンドがあって、で基本的にでも建築を学ぶってなり始めると、まあ、明治以降とかのものになってきて、建築学科で勉強する例えば歴史とかその建築の手法だとかそういったものっていうのは基本的には全部ヨーロッパっていうか、まあ、西洋から来てるものが結構多くて、まあ、日本建築とかもちろんやるんだけど、その、ね、まあ、畳とかそういう木造建築の企画とかっていうのもあるけど、大半結構海外のことを学んでるっていうのがあって、でそれで基本的にレファレンスとか海外の人たちとかが多くなってきて見に行きたくなるっていう、うん、この建築家の見に行きたくなるっていうのは結構新しいことじゃなくて、僕も昔なんか世界一周とかして世界中バックパックしながらいろんな建築を見に行くとか、うん、そういうのはグランドツアーっていう風に、もともとは多分イギリスかな、イギリスで始まって、イギリスって基本的には島国で、はい、文化的には遅れてて、昔の話ですけど、でバロックとかそういう時代にイギリスで建築家になるっていうためには最後の卒業旅行でイタリアとかフランスに建築を見に行くっていうツアーがあって、それをグランドツアーって呼んでたんだけど、へ、でそれで戻ってきてこう見聞を知って戻ってきて建築家になるっていうのとかっていうのは、だからそういう旅っていうのと建築っていうのはすごい結びついてるとか、どの建築家も多分やってるっていう、そもそもその建築っていう概念のベースに、まあ、その西洋があるで、あとやっぱ八木がさっき言ってた空間見に行きたいっていう欲望もやっぱ根本的にあって、今ヨーロッパの人とかもね、建築業界の人とか日本に行ってる人すごい多い、けど日本はすごいブラックで有名だからすごいめちゃくちゃ叩かれてたりもする。あ、世界的に建築の業界がブラックっていうことが、それもあるし日本は特にブラックすぎるっていうので、奴隷制度の上に成り立ってるみたいなのから脱出したいっていう人たちが海外で就職するっていう人たちも多い、まあ、海外でやったことをやっぱり物とかスキルとしてではなく、そういう考え方とかカルチャーとして持ってくるっていうのを結構意識的に、まあ私、建築家たちがやってるかどうか知らないけど私たちはやってるかなって思います。